はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。カルチャビットは始めていきましょう。さあ、今回から新しい iPhone でプレイすることになりました。 6S のバッテリーが膨らんでしまったために、iPhone12 ミニを購入いたしました。これが新しい、いや 5世代、5年違う機種ですからね。全然動きが変わってくるんじゃないかなと思います。初のゲームプレイです。そんなカルチャビットは12年目、初の、まあ、こちらも12ですね。12年目初の公式戦となります。iPhone ですね。さあ、試合開始だ。外に出ました。こちらボールのスローインです。返されてしまう。熱いパンチングで返す。緑のパンチ、いいよ。逆サイド、窓か。これは緑だ。フラスコが取られてしまいます。小遣い夏希がキャッチ。お、チャンスかも。ミオ、お、ミオ切ってしまった。ちょっとこれは無理があるのではないか。最後キャッチ。ナーゴ、ナーゴ、マドカ。さあ、飛び込んでいくが、フラスコのラスコに再現。まだチャンスが続いている。ミオ、まどかに渡った。ちょっと角度が悪い。まあ、いい流れを作ってます。お、うまい。緑、ナイス。緑、どこに飛び込んでいくの。これは届かない。決められてしまいます。
返したい。だが決定的なチャンスを得られないままいます。ミオ飛びつけ、取られてしまったが、まだ緑が抜け出す。1対1になった。はもったいない、チャンスでしたよね。スーパープレーが
早く点数を稼ぎたい。なので良かったんですけど、これはもったいない。もうちょっと飛び攻撃だったんです。チャンスの後にピンチはやってきます。すぐに桃が決めてしまったんだ。桃2点目ですね。これでよく攻めた。そうです、桃ハットトリック決める。桃にハットトリックを決められてしまうんです。能力は高い。プラスコロから魔物が切れてしまう。ということでシュートの本数は変わらないけど、枠内はリードされ、ボールを支配率は勝っているけど、結果的にはトライかな。こちら課題も少ないな。ということで、そうでした、ニキータにやりました。合意します。もちろん契約です。これで最初からなかなかいい選手です。ポテンシャルがね、寿命がもう近いのが辛いところ。なんか解雇しないとダメですね。解雇できないしな。早かったな。年俸見てみましょう。2番目に高いのがマナミ、3番目はニキータです。リオもかなりですね。でももう落ちてるからな。リオを解雇しましょう。ということで、つらい。つらい結果となってしまいました。逃げずに頑張りたいと思います。2戦目こそ勝ってくれることを信じて。信じたいと思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で